器屋さん店長須藤です。今日はこんな柄の食器は買わない方がいいというお話を差し上げます。今日もネットショップ器屋さんには質問をいただいております。質問読みますね。柄のついた食器が安っぽくなりそうで買えません。でも模様のついたお皿に美しく盛り付けてみたいです。どんな色、どんな模様なら高級に見えて飽きずに使えますか、というご質問です。ありがとうございます。そうですね、とても難しい質問をいただきました。まあでも、まあ、こういうのはダメだってことをちょっとお知らせをすると、逆にあ、じゃあこうすればいいなってことがあるので、今日はそちらの方面から行ってみたいと思います。それはその要素3つ。1つ、前面に幾何学模様的なデザインがついているもの。2つ目、色数がむやみに多いもの。3つ目、縁に柄があってそこからへこんでいるもの。この3つはできれば避けた方がいいかなっていうところです。ではその3つについて内容をお話していきますね。まず1つ目、前面に幾何学模様がついているデザイン。ちょっとですね、これ器屋さんで取り扱いがなかったので、もうサンプルをちょっと持ちにくいんですけど、例えばこのような、これ縁に特殊って柄がついてるだけなんですけど、このような柄が例えば前面にある、線が真ん中まで全部来ちゃってるとかですね、それからこの点丸が前面についてるとかですね、こういうもんですね。これは一つ扱いにくいんですよね。つまりどこに乗せていいか、これはまだ小皿だからいいですけど、これがこのぐらいの大きさとか、もっと大きいお皿で前面に幾何学模様がついたりすると、どこに何を乗せていいかを迷いますよね。別の動画でワンプレートに向いている食器の話をしているんですけども、それと同じで、どこに何を配置するかってことを考えづらくしちゃうのが、あの前面にデザインがわーっとついている、特にお皿。これは言い方ですけど、プロじゃない素人さんは避けた方がいいなっていうふうに思いますね。一つ目は、前面に幾何学模様みたいなものがついているデザインでした。は避けた方がいいっていう話でした。二つ目です。色数が多いデザインがついている。先ほどのこれ、もう3色ついてますよね。3色が限界かなっていうふうに思います。3色でも、まあこれ2色なんですけど、同系列の色。これを使ってあるものはさほど違和感がないですけれども、よく色のこうサークルがありますね。あれのこの対照的な色を使ってあり、こういうふうにトライアングルすると色の収まりがいいとか言って、その色の収まりがいい3色を陶器にそのままポンと乗せてあるやつがありますが、これは使いづらいです。料理を選びます。はい。なので、色数がむやみに多くて、あ、かわいいとか買って、うちに持ち帰ると、あ、なんか料理が乗らないわっていうことがあり得ます。今はね、比較的少ないんですよ。一昔前は色数が多い方が高く見えるし、いいみたいなところがあって、これはちょっとプロ側の話なんです。僕作る側の自分ですけど、そうすればできるだけ高くなる。色をたくさん使えば高く見えるっていうのもあって、やったのもあるんですけど、最近は本当にそういうのは減ってます。それでも本当に高級品の世界になっているので、普通のものは割と色数は使ってないので、それは割といいかなっていうふうに思います。あと、比較模様で思い出しちゃって、すみません、ちょっとプラスなんですけど、文字だけがついてるデザイン。いいと思うでしょ？これね、やっぱり扱いにくいんですよ。これもおすすめできますね。幾何学模様の他に文字だけのデザインのお皿。これも扱いにくい。さらに色がなんか3色あったらもう扱えないと僕は思います。
最後に3つ目を話します。3つ目は縁に柄があってそこからへこんでいる。どういうのかと言いますと、ちょっとこれ分かりづらいですけど、ここに柄があってここからへこんでいる場合ですね。ここはほぼ装飾部分で、使うのは実際ほぼここってことになりますよね。サラダみたいなもんだったらいいんですけども、大抵この形の場合はこの部分だけを使うことになりがちです、取り皿として。なのでそこを考えると、まあ乗らないというか、乗らないことを前提で買うというか、この範囲で使うっていうふうに考えて買ってください。特にここにデザインがついているお皿ですね、ここにデザインがついているお皿っていうのは、そういうふうに買うんだったらそのイメージで買ってください。買ってから縛ったっていうことがないようにしてほしいなっていうふうに思います。参考までに、そこはやっぱね、高級品と呼ばれたりロングセラーっていうものはさすがにそこが考えられています。はい、アラビアのデザインがついてもパラディッシュのように全体柄だけど、どこに乗せてもなんか割とバランスが取れちゃうわ、不思議なほどにみたいなものであるとか、まあ北欧のものをロールストランドとか北欧のものにしても全体に柄がついてるんですけど、どこに乗せても割とバランスが整うみたいなことがね、不思議なんですけどあるんですよ。もう高級品ってそこがよく考えられていて、やっぱりその高級品たるゆえんというか、お値段いただけるゆえんはあるなっていうふうに私は個人的に思います。逆に100均で器を選ぶなら、逆に選ぶ目がそれだけ必要ってことなんです。そこをご理解いただけると嬉しいなっていうふうに思います。私も食器のプロとしてこうやってお話をしている以上、もうこういうものがいいですよっていうのはあるんですけど、お客様の要望を聞いて、なおかつあ、それだったらこちらよりもこちらの器がいいでしょうとかっていうことは、常にこうやってお客様にご質問いただいたことを回答することによって、またイベント等で直接お客様とお話しすることによって、私の頭の中にデータベースとなってこのように今お話をしておりますので、参考にしてもらえるととっても嬉しいなっていうふうに思います。高級品はよく考えられているということでした。では今日のまとめです。こんな柄がついた食器は買っちゃダメっていう話。一つ目は前面に幾何学模様がついているデザインのお皿と文字だけがデザインされたお皿。二つ目、色数が多いお皿。4色以上のものは避けた方がいいかな。3色まで、できれば同系色の3色が似たような色の3色までがいいかな。三つ目は縁柄があって、そこから真ん中にちょっと段があってへこんでいるお皿、これは買わない方がいいというか、柄の部分には乗らない方がいい、乗らないと思って買わないといけないという意味で、まあ注意みたいな感じですね。でお話をしました。以上3点いかがでしたでしょうか。今日のお話が面白かったと思った方は高評価ボタンを、また今日の話でここわかんないんだけどなって方はぜひ質問ください。最後にチャンネル登録していただけると本当に喜びます。食品のことなら器屋さん、器屋さん店長須藤慎一郎がお送りした器屋さんチャンネル。それではじゃあまたね。